いいなお前。相当気に入られてんだな、井上さんに。平和主義のあの人が自分から戦争を仕掛けに行くなんて聞いたことないぜ。まして相手は四天王朝倉有する少連と来た。よっぽどお前に通ずるものでもあったんだろうね。いや俺はそんな。期待されてんな堤、これから大変だぞ。王戦を背負って立つんだからな。ま、今は待とうぜ。大満無敗のモンスター様と偉大な先輩たちの帰りをよ。おっす。てめえ、こっち来ちゃうか。この野郎、勝つんだ俺は。少年のダチの狩りは万倍にして返す。でいつか兄貴が少年まとめ上げるまでずっと支えてやるんだ。泥臭い男だ。嫌いじゃねえよそういうやつは。ただこっちも負けらんねえ理由があんだよ。まだまだ。まだだ。これ以上やったら死ぬぞ、お前。何がお前をそこまで奮い立たせる。渋谷が、井上が一番じゃねえと、ダメなんだ。なぜてめえらはそんなに相手を稼ぐ。もういい、俺の負けだ。あ？お前らの対象に興味が湧いてきた。そこまでする理由を教えてくれよ。お前らの背中に何があるのか。俺たちはただあいつに夢を追っかけてほしいだけなんだ。夢？あいつの夢はボクシングの世界チャンピオンだった。ガキの頃、周りが遊んでるのにも目をくれず、あいつはずっとボクシングだけをやってきた。そのおかげで小5から中1までずっとアンダージュニアの大会で優勝したんだ。日本ボクシング界期待のホープだったんだぜ。道理で強いわけだ。あいつは誰にも負けなかった。ただあいつの拳は怪物並みの自分のパワーに勝てなかったんだ。中2になる頃、あいつは拳を壊した。成長期真っ盛りの時期に不釣り合いのパワー、そしてバカがつくほど真面目で練習熱心なあいつの拳には当然ガタが来た。そのせいで中二の大会は優勝を目前に敗退。痛めた拳は1年間の療養を経て完治したはずだったが、中学3年の最後の大会目前、再び悲鳴を上げた。右手をかばうように左手のみで戦ったが、その年井上は無名の相手に1回戦で敗退した。期待の星だ。
天才だと井上をもてはやした周りの人間はすでにいなくなった。プライドもへし折れ、あいつはそれ以来ボクシングをやめて俺らとつるむようになった。落ちた天才か。おい、言葉には気をつけろ。そんな単純なもんじゃねえ。高一になってしばらくするとあいつの母親が死んだ。てめえの女と子を捨てたろくでもねえ男の代わりに女手一つで兄弟二人を育てたいいおふくろさんだった。それから身寄りのねえ二人は施設に入り、それ以来あいつは親代わりに弟の面倒を見ながら過ごしている。いい大学行かせてやるんだって弟のために学費稼いでよ。でも俺は知ってんだ、あいつが本当はもう一度ボクシングをやりてえの。働き疲れてボロボロの体でも毎晩しっかり走り込んでよ。今でもこっそり病院に行ってんだ。体もできてきて拳だって今じゃ良くなってきてんだよ。あとは一歩踏み出すだけなんだ。あいつは仲間思いのいいやつだ。だけど俺たちなんかと一緒にいちゃいけねえ。あいつが一歩踏み出せねえんなら俺たちがきっかけぐらい作ってやらねえと。あいつを東京で一番の男にするんだ。一番になってあいつがもう一度心から笑うところ俺たちは見てんだよ。そんでもう一回ボクシングと向き合ってほしいんだよ。喋りすぎだぞ新助。たかし、次はこのデブか。いや、もう終わった喧嘩だ。あとは大将に決めてもらおう。あ？井上のとこに案内しろ。おい、あっちだ。3発が限度。それ以上は危険だ。早めに仕留めるか。なんで綺麗な紅葉を見つけて動画撮ってる。どういう状況だよ。なんかこの自然が織りなす、うん、秋を彩ったっていう。全部テーマ、そうテーマ秋。これなんです。自然が秋だよって言ってる。もう聞こえる。12月だよ。もう。マシマシ。はいはいはい。え、何？聞こえない聞こえない。こいつ秋だよって言ってた今。あ、でも確かに綺麗だけど。フォーおかしくなっちゃったじゃん。フォールフィールフォール何が秋に、いいってもういいってこれ。いいってそのシネマンガールは秋だよ。その絶対おもろいんだよなんでだろうな。にグレアップ。思ってる力気持ち悪い顔気持ち悪い顔。3、2。やりすぎです。